から福井県に行ってきます。今日はタンデムでバイクツーリングです。何時間かかるかな。じゃあねー。イエーイ、朝5時だよ。頑張りまーす。イエーイ。行きまーす。ちょっと一人変な人いるけど無視してくださーい。今は朝の6時半です。途中休憩入れてます。ちょっと寒いな。足が冷えてきました。コンビニで休憩してます。みんな寒がっております。森さんかっこいいですね。おー、いい感じの景色。うわ、入られた。カメラの曇りが撮れた。よかった。わ、変な人が映ったよ。こっちはかっこいいお兄さんがいる。かっこいいお兄さんが乗っているのは、ハヤブーサ。変なお兄さんが乗っているのは、でもこっちもかっこいいな。さあ説明すると、この青いホイールステッカーにこのダサいブレーキの青色とハンドルの青回りを重ねました。そんな、そして赤のここのなんかようわからんやつをつけております。派手ですね。こんなダサいバイクに乗っているのは、そう、イケメンの僕です。レゴ山さんの。
そば道場です。そば食べに来ましたよ。池田町で有名の辛味大根おろしそばです。混ぜ混ぜすればいいですか。まあ、シンプルですね。普通に食べたら多分辛いね。超デコボコ。あ、やばいやばい、おろしておろして。なんでやばいんですか。え、なんもない。まだまだいける。はい、食べてくれ。じゃあいただきます。もうそこに挟まる。飛んだ。めっちゃ飛んだ。もうよかった。いろんな目に腰がある。とりあえず行くかい。かずら橋行ってみたいと思います。ここはそば道場の裏にあります。こんな感じですよ。わあ。何もないんだ。宿泊先、ファームハウスコムニタです。着いた。朝5時出発して、まあ3時前ですね。お風呂に入りに来ました。です。行ってきます。